はい、どうもグッチャンネルのグッチです。まあ、バドミントンっていうスポーツはですね、まあメーカーとして主流なのがヨネックスだったりとか、あとはゴーセンだったりとか、まあ変わり種で言ったらリーニンとかも使ってる方多いかなと思うんですけど、まあ他のジャンルのスポーツを考えた時にヨネックスとかは、まあ他のラケットスポーツとかあると思うんですけど、まあバスケ、バレーとかそういうね、なんか他の体育館とかで、ね、使う競技とか、あとはサッカーだったりとかって、まあそのメーカーはあんまり主流じゃないんですよ。でそれだったらランニングとかのメーカーですね、あとは全ジャンル、いろんなスポーツにおいてシューズとかでね活躍してるメーカーっていうのは、まあ、他にもあるんじゃないかなと思って、一番例題に上がったのが僕の中ではアシックスだったんですよ。まあ、僕昔サッカーやってたんで、まあ、よくねアシックスのシューズとか、あとはねミズノとかも使ってたんですけど、今回はちょっとねアシックスのシューズを使ってみようかなと思いまして、はい、こちらちょっと見づらいですけど、コートコントロール FF っていうシューズですね。まあこれはバドミントンシューズなんで、他のねバレーだったりバスケだったりとかそれ用のシューズがあると思うんですけど、やっぱね他の競技でもやっぱ足というか、まあそのシューズに特化してるって言ったらやっぱ僕の中ではアシックスのイメージだったので、今回これを使ってちょっとバドミントンやってみようかなと思います。まあバドミントン専用なんでね、いろんな多分工夫がされてると思うんですけど、まあ一番はクッション性だったりとか、あとはまあその使っててのね疲れなさとかも絶対変わってくるかなと思うんで、今回ちょっとこのアシックスのシューズ使ってみようと思います。まあ普段の僕らが使ってるようなヨネックスだったりとかのシューズと違って、裏のソールの形がちょっと違いますよね。この辺がまたなんか変わってくるんじゃないかなと思うので、ちょっとこれを履いてやってみようと思います。で基礎地とかじゃ正直言ってそのシューズ一つで変わるとかはないと思うんで、試合形式でまあシングルやって、まあどんな感じかっていうのを試してみようかなと思います。まあ普段履いてるのがヨネックスのシューズばかりなので、まあたまにはねこういう違ったシューズも履くのもありかなと思ってこの動画作っております。それでは早速試合やっていきます。はい、基礎打ち終わって履いてみたんですけど、まあ、ちょっと足元映しますね。なんか今斬新なアングルになってますけど、とりあえずちょっとね、まあ、結構ね足先の方がタイトめになってるかなっていうのが、まあ、履いた時の印象ではそうなんですけど、どんどんなんか慣れていくような感覚でしたね。まあ、基礎調和ってちょうどいい感じになったかなと思います。で、まあ、いつも自分に入れてるインソール入れたら、まあ、バッチリ合うって感じで、まあ、いつも買ったシューズにインソール入れると大体、ね、インソール入れても靴ずれとかするんですけど、まあ、今ちょっと履いて 3,40 分経っても全然靴ずれしないんで、まあ、今のところすごい好印象ですね。でこっから今からシングルやっていこうかなと思います。どうもグッチャンネルの大使です。もうね初登場でグッチャンネルの大使と、ね、やっていこうかなと思います。使用するラケットは最近バカみたいにお気に入りになったクリス・ラングリッジモデル使いますわ。
ンゴということで、大志くんとね、シングルやってきたんですけど、まあかなりの激戦でちょっと疲れてたんで、もう汗もベタベタでね、なかなかね、その時にエンディング撮るのはできないなと思って、代わりに家でエンディング撮っております。で、まあ今回ですね、このアシックスのシューズを履いてみた感想なんですけど、一番に思ったことをまず言おうかなと思います。初めて履いたシューズっていうのは、まあどうしてもね、その人の足に馴染んでなくて、まあ靴ずれだったりとか、まあ足の痛みが出ちゃうっていうのが、まあ結構あると思うんですけど、このシューズね、本当にシングル2回と、その後もね、結構シングルとかダブルだったりやったんですけど、全然足も痛くならずに、あと疲れづらかったりとかして、足に強いメーカーって本当にやっぱいいシューズ開発するんだなっていうのが印象でしたね。まああんまりね、シングルダブルとかでシューズの用途っていうのを決めるべきではないかなと思うんですけど、僕的にはこのシューズダブル向けなシューズなのかなって思いました。で、デザインもね、まあかっこいいんですよ。これ多分オープニングで言うべきだったんですけど、これデザインめっちゃかっこよくないですか？やっぱバドミントンのやっぱいいところってファッション性もこだわれるんですよね。こういうちっちゃいところからこだわっていくっていうのもやっぱ大事なところだと思うんで、僕ちょっとね、これからこのアシックスのシューズ結構多用して、動画だけじゃなくて普段のプレイだったりとかも、あと普通にね、試合とか出た時にこれも履いてみて、深く、もうどん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 バドミントン出た時に、このシューズどうだったかっていうのをね、またサブチャンとかで話していこうかなと思います。本当に足の痛みがないってことは、足に合わせてシューズが形作ってくれるっていうところと、あとは疲れづらいっていうところ、あとデザイン性ですね。その辺もね、やっぱ、すごいアシックスのシューズおすすめでございました。また次回のいろんなメーカー紹介シリーズでお会いいたしましょう。バイバイ。